ストラエンソはフィンランドヘルシンキに本社を置く林産企業。林産品及び紙製品のほかパッケージング事業やバイオマテリアル事業を手掛けている。世界30カ国以上に現地法人を17カ国に工場を持つ。日本法人はストゥーラエンソジャパン株式会社、オムックス25名柄の一つ。1998年末、 スウェーデンのストラ社とフィンランドの演奏社のに、大林産企業の合併により誕生した。ストラ社の起源は、古く13世紀にまで遡る。現在では、フィンランド・スウェーデンをはじめ、ドイツ、ロシアなど、ヨーロッパ全域及びアメリカ合衆国、中国などに拠点を持つ。林産企業として、世界大手の一角をなし、フィンランドでは、アプムに次ぐ規模を有している。 株主名簿にはフィンランド及びスウェーデンの個人、機関投資家のほか、フィンランド政府、フィンランド社会保健庁などが並んでいる。伝統的な林業、製紙業から事業の多様化を図っており、事業別の売上では、林業が16%、製紙業が28%、パッケージング関連が37%、バイオマテリアル事業が15%となっている。 1288年6月16日付のストラドーザンの1、8の権利を記した株権。スウェーデンのファールンの銅鉱山組織、ストーラ・コッパーバーグの最古の株式は1288年に発行された。それはベステロースの市況に12.5%の権利を与えた。これは現存する中では世界最古の株式証券でもある。事業体の企業としての地位は、 1347年にスウェーデン王のマグヌス4世が直居状を与えたことでも確認できる。このため、ストラコッパルベリ及びその後継のストランソが現存する世界最古の事業会社、または有限責任会社になるとも考えられている。17世紀の一時期、カールンのストラ銅山が世界の銅生産の3分の2を占めていた。18世紀、 銅山は次第に重要性を失っていったが、1731年に会社は鉄鉱石の販売を始めた。1860年代、会社にとっては鉄鉱石がどうよりも経済的に重要になった。19世紀末には事業多角化のためにパルプ工業及び製紙業へと進出した。1978年、ストラコッパルベリーズベリースラーグスシャワー工業及び、 製鉄業より撤退し、林業関係に集中するという決断を行った。1984年には社名をストラに変更した。売却されたストラ銅山は1992年に長きにわたる創業を終え閉山したが、その後地はファールンの大銅山地域として世界遺産となっている。もう一つの前身企業である塩素グッドサイトは1860年に ケイニヒスベルクー生まれのドイツ系ノルウェー人のビルヘルム・グート・ザイトがノルウェーのフレドリクス・タに設立した製材所の W グート・ザイト紹介を期限に持つ。その息子のハンス・グート・ザイトは木材の安いフィンランドの方が有望と考えノルウェーの事業を手放し1872年にキュミカーの加工に新たな蒸気式製材所を開業した。グート・イト社は他の製材所や 材木業者を買収し、やがて多数の製材所、製紙工場や広大な森林を所有するフィンランド最大の林産企業となった。1912年には塩素市にあった塩素細木を買収した。1918年にフィンランドが独立するとフィンランド政府がノルウェー系の株主から株を買収し、政府が株の大部分を保有する国有企業となった。 1925年には本社をコトカから塩素に移し、1928年、グートザイト社は塩素社と合併し、塩素グートザイトに改名した。第二次世界大戦時の冬戦争及び継続戦争で塩素グートザイトは主力工場を破壊されたほか、塩素氏がソビエト連邦に割上されたことで打撃を受けた。戦後は、 事業の復興を進め、1990年代には、エンソグートサイトは、同じフィンランドのライバル企業のアップムキュンメネと、ヨーロッパ最大の林産企業の座を争うほどになった。日本法人、ストーラエンソジャパン株式会社は、東京にオフィスを持つ。AB、アニュアルレポート2019。ストーラエンソおよ、2020年9月8日閲覧。細田木材ホームページ。 カパシティス・バイ・ミルイン2018ストラ・エンソ2018年3月21日月ラン 19th アニアルグローバル・フォレストペーパーパッケージング・インダストリー・サーベイ2016プライス・ウーターハウス・クーパース2018年3月21日閲覧。米医療専門店大手リミテッド・ブランズの IR サイト・グルームブライアン・ファウンダーズ ビジョンキープスエンジンランニング。ファイナンシャルタイムズ HTTPSNEXTFEET.com コンテント QE3 ビット2740から 7EC2 から 11E5A1 56 f 567B37F80 ビット642015年11月16日閲覧。CAN A Company Live Forever b b c ニュース、h t t p s w w w b b c c o u k スラッシュ news スラッシュ business-166110402018 年6月20日閲覧。デグイス、アリア、ザリビングカンパニー。ハーバードビジネスレビュー75。 519、プミド10165449、オリジナルの11ディセンバー2015時点における、アーカイブ。https web.archive.org web 20151211133627 1 https hbr.org スラッシュ1997スラッシュ03スラッシュ t h e ダッシュ l i v i n g ダッシュ c o m p a n y 2015年11月16日閲覧ありがとうございます